武藤隆氏は神奈川県川崎市出身の元プロ野球選手、野球コーチ。横浜商工、創価大学を経て1995年のドラフトで近鉄に3位指名され入団。高校時代は1990年に夏の甲子園に出場し、2回戦の日大東北戦ではランニングホームランを記録するなどチームのベスト8進出に貢献した。 二年目の1997年、オープン戦で振るわなかったために開幕一軍はならなかったが、開幕8試合目からいきなり一番で、スタメン出場をするようになり、遊撃手のレギュラーとしても定着。大村直行が、スタメンに入った後は2.9番併用、8月から再び一番に入る。入団当初、守備はいいがバッティングは、今一つと言われていたにもかかわらず、 規定打席に到達し、282、26投類の構成席を残し、さらには、リーグ2位の三塁打7本も記録、同期の岡本明と共に、新人王候補に上がる活躍を見せた。1998年は、初の開幕一軍、スタメンとなった延長でサヨナラアンダーを放ち、チームの3年連続開幕戦勝利に貢献、同時に、自身初のお立ち台にも上がった。 前半戦は1.29番を大村直行、水口英治、武藤で7月頃からは大村と共に瞬速左打者の1.2番コンビを形成、共にオールスターゲームに出場するも7月以降は打撃不振に陥る。特に8月の月間打率は189、9.10月は184といずれも2割を切る状態で結局、 250でシーズンを終える。また守備でも小坂誠の16に次ぐ15失策を記録しており、後半以降ベテランの吉田剛に遊撃のスタメンを譲る結果となった。バッターボックス上の武藤1999年も大村といって2番を打ったが、6月の初めに月間打率、125の不調や守備でのミスによるファーム行き、怪我の影響で、 規定打席到達はならなかった。2週間ほどファームでホームの修正などを行い、7月は月間打率314、8月は323と絶好調になり、9月12日の福岡大英ホークス戦でプロ初本塁打を放ち、やっと出てくれてほっとしました。とコメントしている。翌年の背番号変更で2000年のシーズンへの 期待から6の背番号をもらう。この年始生活で結婚している。武藤が後半になっても理解した反面、前年とは逆に今度は大村が不審になった。2000年は自身初の開幕戦リードオフマン1番2塁手で起用されたものの4月は245だった。打順も9番に下がりがちになったが、その後は他の選手がシーズンを通してもしくは、 シーズン途中で失速して不振になる中、下位打線で安定した打撃を見せ、例年のように夏頃から上位打線での起用が多くなり、5月から10月の月間打率は3割を超えた。7月8日のオリックスブルーウェーブ戦でプロ入り2本目にして、最後の本塁打をグリーンスタジアム神戸で推定飛距離115メートルで右翼席中段に届く本塁打を放った。これには、 無藤自身もバッティング練習でもあんなに飛んだことはありませんと驚きのコメントを残した。8月に太ももの違和感による離脱で打席数が不足し一時打撃ランキングから姿を消したもののギリギリ規定打席に到達し打撃成績ベスト10中7位の打率311、20投類得点圏打率370を記録したほか セカンドのベストナイン得票数が、大島光一に次いで42票の第2位など、自己最高の成績を残した。ただし、8月の閉札プレーの際に野手と工作、右肩康筋を損傷してしまい、8月9日以降は、遊撃ではなく二塁や DH として出場し、8月8日を最後に引退まで本職である遊撃手での出場は、なかった。当初、 次のシーズンに間に合うか微妙だったため手術を迷っていたが、術後3ヶ月で完治し、開幕に間に合うと、復帰の見通しが立ったこと、球団の勧めもあり、シーズンオフの11月に右肩を方法手術した。ところが、2001年は2月の下旬から T 練習を再開するも、当初のリハビリ計画で予定されていた3月頃からのキャッチボールは、 想定できる状態ではなく、開幕どころか前半戦が絶望的となった。その後6月30日に2軍の阪神タイガース戦で復帰、7月11日の広島東洋カップ戦では復帰初スタメンで横松俊市から本塁打を打つなど順調な滑り出しを見せたが、一軍出場はなかった2002年は5月8日に2年ぶりに1軍に昇格。 14日に2年ぶりの安打を放ったが、6月8日には、再び2軍落ちし、9月27日まで昇格はなかった。10月5日の日本ハム28回戦で9回にタイムリーヒットを放ち、これが1軍での最後の打点になった。結局5月、9月、10月に18試合、そのほとんどが代打としての出場で、スタメンは5月の3試合の出場にとどまった。 ウエスタンリーグで、トール洋を獲得している。肩が完治した2003年も一軍出場はなく、当時機動力を持つ選手の不足に悩んでいた、横浜とのトレードの追加要因の可能性が出たが、結局移籍せずシーズンオフには、戦力外通告を受け、その後スカウトへの転身が発表された。2004年は近鉄で、2005年はオリックスバファローズで、 2006年からは東北楽天ゴールデンイーグルスでスカウトを務めていたが、2012年11月30日対談が発表された。2013年12月30日、プロ野球独立リーグである四国アイランドリーグプラスに所属する徳島インディゴソックスの守備総類コーチに就任することが発表された。2015年12月3日に、 徳島のコーチ退任とサンディエゴパドレスの日本担当スカウト就任が発表された。2017年1月30日に愛媛マンダリンパイレーツのコーチに就任。2シーズン勤めた後、2018年12月18日に契約満了による退任が発表された。2019年からは、本田鈴鹿公式野球部のコーチに就任。現役時代を通じて、 初めて社会人野球の舞台へと足を踏み入れた。2021年1月22日、愛媛マンダリンパイレーツに野手コーチとして3シーズンぶりに復帰することが発表された。公式戦での初本塁打は1223打席目であり、長打力が低かった。反面高打力が高く、テレビ番組の企画では時速180キロのスピードボールを弾き返すなど、 ミート力には定評があった。総力は入団時から定評があり、1996年5月15日から1998年6月30日まで歴代5位となる706打席連続無閉殺を記録していた。瞬速の一方で盗塁技術の向上を課題に挙げられており、レギュラーとして出場していた4年間で盗塁成功率は最高で97年の 702である。右肩の故障が引退の要因になったものの、大学時代は、瞬速と共に強権と早球の正確さには定評があった。実際に、レギュラー獲得後も、肩が強いから取れば安心と評価されていた。2000年の契約公開の際には、チーム1の打率、311を引き合いに、最低6000万円を希望したのに大使球団は2年。 連続再開のチーム事情や守備総類面でのマイナスがあると、武藤本人の問題点を挙げ、下交渉で4800万円を提示した。武藤はこの時点で、越年宣言した上で、近鉄には縁がないのかも。近鉄にはバラ色の公開はない。だからいい選手の流出につながっている。とフロントを批判した。これに対して、球団管理部次長の藤瀬史郎も、 嫌なら FA で出て行ったらいいと発言した。12月6日に行われた1回目の交渉では、球団側が通常の倍の1時間の公開時間を用意したものの、わずか15分で決裂。この時自身の性格について感情的になってしまうと語った。21日に3回目の交渉で保留し、球団初の越年者となった。年が明けて1月10日に行われた5回目の交渉も、 決裂し、管理部長の足高が、公開が完了していない選手は、キャンプ参加を自費でも認めないと発言した。6回目の交渉が決裂した場合、この旨を伝える方針だったが、コミッショナー事務局から、保留権の乱用、契約の強制に当たるとの見解を受けるなど物議を、かもし、球団側は、発言を撤回した。 2000年の近鉄選手の契約公開は越年者が、武藤を含めて5人という異常事態になっていたが、5人の、うちでも、武藤は特に球団と対立を深めていた。結局、最後のキャンプイン直前、1月16日に6回目の、交渉で5000万円プラス出来だ払笑いでサインした。一方、1軍出場ゼロに終わった翌2001年の、 公開では大幅減額を覚悟していたという無党に対し、シーズンを棒に振った原因である方の手術を球団が進めた経緯から、球団としては異例の交渉を認める形で400万円減の4600万円で公開した。応援歌は1996年にオリックスブルーウェーブへ移籍した大島光一のものを受け継いだ。趣味は戦士名官にて、 音楽鑑賞と書かれていた、初記録その他の記録、ありがとうございます。